はい、えー、皆さんこんばんは。えー、初めての方が多いかもしれませんので、まあ私あのレックで専任講師をやっております荒川と申します。よろしくお願い致します。 えーとまあ、あの直接多分皆さんと顔を合わせたりする機会がない講師なので、まあ、少しあの自己紹介も含めてお話をさせていただこうと思いますが、えー、と私、えー、レックの主要、まあ、書士の講師をやっているんですけれども主に担当しているのは記述式ですなので、えー、不動産登記の記述式とあと商業登記の記述式それで、まあ、皆さんの前に出てくるのはおそらくテレビ画面を通してが多いと思うんですけれども当連だったりもしの解説講義をやって ていたり、あるいは、えー、内部のスタッフたちと一緒に、えー、問題自体を作成したり、えー、そんなことを主にやっている講師です。なので、えー、と今日、えー、タイトルということでこちら初級生必見 不当法、雛形攻略法を教えますということであの出てきたわけなんですけれども記、まあ、術対策を主に担当している講師として、まあ、皆さんに何かねこう有効な情報をお届けできればと思ってきています、まあ、大体1時間弱ぐらいの,あのお話になるかと思いますけれども、まあ、そんなにあのややこしい話とか難しい話をするつもりは基本的に私ありませんのでまあ,あの 講義受けた後だったりあるいは実習された後ということで結構お疲れの方もいらっしゃると思うので、まあ、少しこう気をね楽にして聞いて頂いければいいのかなと思っています。 はい、えー、ということで今回はお題が不登法のひな型をどうやって攻略するんですかというようなお話で皆さんに集まっていただいてるんですけれども、まあ、どうでしょうひな型って大事だよということで例えば担当の先生から言われていらっしゃる方がまあおそらくほとんどであって例えばじゃこの中で暗記科目めちゃめちゃ得意ですっていう人がどれぐらいいるのかなっていう気がするんですよね。 まあ正直な話、まあ、ひな型をちゃんと勉強してねっていうことはおそらく私の今話を聞いていらっしゃる方全員が言われていることで,でそれでじゃその中で暗記結構得意なのでもうどん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 ひな型やれてますっていう人だったら多分この話聞いてないと思うんです。なのであのここに来ていただいているあるいは今日私の話聞いていただいている方っていうのはなんとなくひな型って重要なんでしょ 聞いいてはいる何となく頭では分かってるんだけどでもなんか。 やる気に溢れた感じにはなれないなっていう方が来ていただいていると思ってますえ。実は私も司法書士試験を受けているときにえ同じような状況を経験していた人間ですえ。基本的に暗記科目は大嫌いですし、何かちょっとでも効率よくできればなんていうやり方にどん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 こう飛びついていっていたタイプの人間ですので、まあ皆さんの気持ちはよくわかるなあという気持ちがあります。まあなぜかというと雛形ってこう。 活躍する場面があんまりこう見えないんですよね。例えば、そうですね。ひな型の穴埋め問題みたいなのが出て、このひな型にちゃんと 形通りの文言を埋められたら例えば3点です5点ですっていうようなお話が出てきてくれれば多分直接点数につながっていきますから皆さんのやる気も当然出ますよね覚えたらそれを聞かれて書けばそのまま点数になるし合格に近づくんだっていうお話でしょうからそれだったらあの皆さんが多少つまんないなと思ってもやれば直接点数になるからやってやるかというような気持ちになっていただけるかと思うんですけども、まあ、残念ながらひ形ってそういう。えー 部分ではないどちらかというとのの下の力持ち的なところですかね、まあ、それでかつ覚え何のために覚えなきゃいけないかって理由もなんかよく,よく分からずにやれ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 言われてこんな単純暗記をするのはきついなというところで皆さんどうしてもこう避けていってしまっているところがあるのかなと思います。ですので今日お伝えしていきたいことなんですがレジュメの冒頭ガイダンスのテーマということでちょっと書いておいたんですけれども。 まあ一つは、まあ、理由が分かっていただければなんでひな型を、まあ、なんだかんだ言ってやらなきゃいけないっていうか理由が分かっていただければもしかしたら皆さんの中でも今までよりも少しやる気が出ていただけるんじゃないかなということで、まあ、あのなんでひな型を正確に覚えなきゃいけないんでしょうかねっていう話をもうちょっと突っ込んでしていきたいなと思っています。 あと更、まあ、に更にじゃあ,あのでも単純暗記をずっと繰り返すのは辛いよねっていう方たち、まあ、私も含めてそうなんですけれどもじゃあどうすれば少しでも効率よくひな形を覚えていくことができるのか、まあ、こんな、ね、2つのテーマに絞ってお話をさせていただく予定でおります。 はい、えー、ということでそしたらまず最初ねなんでひな形を正確に覚えなきゃいけないのかさっきちょっとまああの冗談めか,せめかして、まあ、ひな形を直接聞いてくれて例えば穴埋め問題で点くれるんだったら皆さんやりますよねっていう話をしたんですが残念ながらまあそういった位置づけのものではない。じゃあどうお話なんでに「ひな形」を覚えなきゃいけないんでしょうかっていう話なんですけれども、まあ、主に 記述式問題への対策という部分がやっぱり捨てきれないのかなと思いますそれも記述式問題と言ってもじゃあ例えば事例をね こう出しててもらって例えば皆さん、えー、そうですね、えー、書式ベーシックとかやってるかもしれないですけども、まあ、直接ひな形につながるような事例を見せてもらってこれに当てはまるひな形を出してきてすぐ書いてくださいっていうようなものであれば、まあ、まだこう、ね、あどのひな形をやればいいんだっていうのが分かってきて、まあ、あのやる気もちょっと出てくれるのかなと思うんですがまあ残念ながら記述式の試験今、えー、そんなどのひな形を使うかすぐに分かっていてひな形を暗記していることがそのまま 点数にになながるような出題方式にはなっていませんこれ不動産登記だけではなくてあ商業登記もそうなんですけれどもやっぱりまあ最終的にはちゃんと点数を取れる回答を書くためにはひなに沿って書かないと点数はつかないんですけどじゃあひなそのものを聞いてくれるわけじゃないのでなんかちょっとねひな学習無縁だなというふうに感じてしまうところがあるのかなと思います。 それで、まあ、ひな形をじゃあなぜ覚えなきゃいけないかということで、まあ、理由としてなんか皆さんにこう,うまく刺さってくれるものはないかなと思って探していたんですけれども、まあ、今度最新版が出ます、えー、ひな形コレクションというレックが出している不動産投機法商業投機法のひな形集があるんですけれどもその中の端書き、まあ、こう前書きみたいなところに運の講師が寄せているコメントがあるのでちょっとそれをですねまず映してみたいなと思うんです。まああの 読みますので、ね、そんなに映っているのがちっちゃい字かもしれないです。けれども、端がキーとなっているところなんです。けれども、司、ま、法、あ、書試験の記述式問題は、不動産登記法、商業登記法、各一問ずつ出題される。まあ、それぐらい、皆さんご存知。そして、配点は二百八十点中、七十点を占めることから、司法書試験合格には、記述式対策が欠かせないものとなっております。まあ、あの全体の四分の一ではあるので、これを多いと見るか、少ないと見るか、というのもあるんですけれども、少なくとも記述式七十。 点満点を持っている中で、まあ、基準点これを超えていかないことにはたとえ卓一が午前午後満点であったとしても受からない試験になっているこれは皆さんご存知かと思いますなので記述式の問題に関しても、まあ、あの基準点を超えるレベルでは点数を取らなければいけないということですもうちょっと読んでみますけれども、はい、近年難化しているといわれる記述式問題ですがこの後ですね実は問題の質が難化しているというよりは量 特に事務処理量の多ささが記述式問題を難しくしくてていいるというにうに指摘されています。まあ、特55科目は択一式35問に加えて記述式問題を解かなければいけないことから時間との戦いであり多くの受験生がどうすればもっと早く正確に記述式問題を解くことができるか日々頭を悩ませていることでしょうまさにこれが課題だと思うんですけれどもじゃ続きますね。 その点、私はまあ、運の講師はなんですけれども。記述式問題を早く正確に解くためには、雛形の完全攻略が必要だと考えています。合格者、そうでない人の間には、歴然たる雛形学習のレベルの差が存在します。記述式問題で、ここからですね。何を書くべきか、気づいた瞬間に、もう手が動いている。あるいは、申請書の回答欄で、どう書くべきか、ただの一瞬も悩まない。 という状態が合格者のレベルです私もそう思います回答欄の一覧ごとにたとえ10秒であってもどう書くのかと悩めば本試験の回答欄の多さを考えるに何分ものロスになってしまいます以上の理由から記述で時間短縮をしたい受験生にはまず雛形の完全暗記を達成してもらいたいと思います遠回りのようでそれが一番の近道のはずですということで書いてあるんですけれども はい、あのこれがまあ正直言うと私も同じ意見を持っていますあの確かにあの今記述式の問題こう皆さんに言われるような解放解き方が大事だよ問題文見てどういうひな型を使えばいいのかどういう申請をすればいいのか事実関係から読み取るところが難しいからねっていう話を聞いたことがある方いらっしゃると思うんです。なのので私もそういういいお話の仕方をしていましてまたから 事実関係かからどういういいいをすればいいのか回答を導くやり方解放をこれを皆さんがテクニックとして身につけていくことは、まあ、ある意味非常に大事で一時期そちらの解放をしっかり身につけていないと点数につながらないよねというまあ論調があったり実際問題文自体もその事実関係を読み取るところが 難しいなって思わせる、えー、まあ流れ時代の流れもあったんですけれどもここ最近の記述式の問題を私実際本試験の問題も当然見てるんですけれども見ているにこの事実関係の読み取り自体は一時期に比べると少し難しさがなくなっている気がします。つまり もうパズルを紐解くかのように問題文からどういう答えを引っ張り出せばいいかっていうところの難しさは若干落ちてきてきいるる気がすすんですそうなってくると皆さんたちみんなの中で何の登記を申請すればいいかっていうのを見つける作業はちょっと 簡単とは言わないですけれども今までよりは少し難易度が下がってきている傾向が見えるそうすると皆さんたちの中でまあ、いわゆる回答欄を埋めていくときにどの回答を書けばいいかは多分当たってる人が増えてくるそうなるとどこで差がつくんでしょうね回答欄に書くべき内容は分かってるそうなってくるとあとはその回答欄に いかに正確に書くことができるかまた、えー、特に午後の問題は「 午後3時間の中で卓一35問と記述式2問の計37問を解かなければいけないわけですから今紹介したように時間ととの勝負であるというう点はどうしても避けきれません、ね、例えば記述式問題に1時間ずつ時間を使うと残り1時間しかないそれで卓一35問を解こうって話になると1問2分かけたって70分かかるわけですから記述式1問に1時間ずつ 一時間をかけるっていうのは相当のまあ,あの宅一の回答時間を縮めなければいけないというま苦労が伴ってくるわけです。かつまあ,あの登記の申請何をどういう申請をすればいいかというのは皆さんがだいたい外す確率がちょっと減ってきているので、そうすると正確な記載ぶりをまさにさっきあの 箸書きで説明したようにもう一瞬でパッと頭に浮かんでくるような状態であこれやるべき登記が分かったってなった瞬間にもうすぐ正解を書き始められるぐらいこうひな型が何て言うんでしょうねこう身についている状態にしておく方がこれが最も時間短縮につながるやり方だろうというふうに私も思っています。なので 雛形型を覚えるのって直接点数には結び付きにくいものではあるんですけれどもまあ何て言うんでしょうねトレーニングで言ったら本当に基礎体力作りみたいなもので面白くもないですし地道さも要求されるようなものなんですけれどもその記述式対策をする上での本当に基礎的な力になってくれるし最後の最後でね点数なんて1点2点0.5点で皆さんの合否って決まっていくわけですからその0.5点の差がもしかしたら ひな形の文字を正確に書けるかだけで決まってくるのであればそこを強固にしておくというのは絶対損をする話ではないと思いますなのでまず理屈から入るのであればまあ、その記述式対策としてまあ、時間短縮のためあとは最近の傾向からしてなすべき統計をしっかり正確に書ける方が 点数につながりやすい傾向が見えてきているのでだからこそじゃあそういうひな形形を覚えておく方が、まあ、あの合格の近道ではないですかという点で、まあ、まず理由,理由から攻めていくならばそういった面があるんですということを最初にお伝えしたかったということです。まあ とは言ってもこう皆さんの雰囲気を見ていてまあそんなのは分かってるってお話を多分皆さん頭の中でずっと思ってらっしゃると思うんですそこまでは重要なのは分かってるよということなのでじゃあそれでもやっぱりひな形にまあ時間は割けないよっていうのもありますよね。 えー、択一の学習そして記述式だってひな形だけじゃなくてアウトプットの問題も解かなければいけないっていうふうに皆さん言われているでしょうからどれだけなのでこの後とはじゃあ少し単純暗記でひな形をただひな型衆を眺めて一から覚えていくっていうのは ちょっと苦痛を伴う作業だと思いますから少し毛色を変えて、まあ、どちらかというと「どうすれば」の方に近づいていくんですけれどもじゃあそもそもひな型ってどういう成り,成り立ちでできていて何のためにこういう申請書の形ってあるのっていうところを少し話していって、まあ、あのそんなに単純暗記だけで戦わなくても皆さんいいんですよ っていうお話をね、ちょっとさせていただきたいなと思っています。じゃあレジュメに沿ってまあねパラパラっと情報を見ていきたいと思いますけれども、えっ、ー、とまずレジュメめくっていただいて次に出てくるのがおそらく登記記録だと思うんです。まあこれがまあ先にね純不動で見ていきますけれどもまずこれが、えー、いわゆるまあ建物で表題部しかない状態の登記記録をちょっとつけときました。で多分その次のページに今度は 土地で権利部ありってなっていると思うんですけど、土地で校区をつく、まあ校区で所有権が入っていて、それで乙区で、まあ抵当権が入っているような、登、え、記、ー、記録があるかと思います。最終的には、まあ、これも皆さんわかっている話だと思うんですけれども、この登記記録に、まあ、あの権利の変動を入れていくために登記申請書を書くわけですよね。なので、その登記申請書のサンプルとして、次のページにつけてあるかと思いますけれども。 結果的には例えば所有権移転であればねこの所有権移転まあ別にしっかり見る必要はないですけれども所有権移転売買を原因とする所有権移転のようなこういうものを最終的には仕上げていってこの内容が正しければ先ほど見ていただいた登記録の方に正しく登記が入っていくなのでこの申請書をしっかり書きましょうね書けるためのスキルを身につけましょうねということでこの申請書のタイプ 類型がいろいろあるわけなのでこの申請書の類型から当事者が、ねえー、抜けてるというか、まあ、これはリアルに当事者を当てはめた形ですけれどもこれで当事者が抽象化されているものがまあひな型だというふうに考えていくべきですよね。はい、じゃあそしてじゃあこうやっていろんな文言がある中でどこを重み付けして重点付けして覚えていかなければいけないのかというお話になっていくんですけれども。 そうですねその次のページに確か申請情報記載事項括弧主要なものというページを付けてあると思うんですこの辺から少し突っ込んでお話をしていきたいと思いますけれどもま登、あ、記申請書って大きく分けるとま登、あ、記の目的があって 登記原因及びその日付があって登記事項があって申請人が来てその後添付情報があって課税価格登録免許税不動産の表示大きく分けるとこういうブロックから構成されているんですけれども皆さんにまず意識して見ていただきたいのはその横の列です登記記録への記載っていうところで丸とか三角とかバツって書いてあるんですけどもここをまず知っておいていただきたいのですというのが 先ほど見ていただいた、まあ、登記記録、えー、例えば2ページ目でいいですかね所有権移転に関する登記記録があ、まあ、この土地か土地の登記記録があると思うんですけれども例えばここでね「工区で所有権移転」って入っていて令和1年2月15日売買で、まあ、どこどこの中央区の田中次郎っていう,うに入っているんですけれども。 この登記記録に入れていく文言だったり、まあ、文言の並びですよねその下の定当権設定だったら登記の目的は定当権設定という決まりきった言葉を使うしその後のねこの原因だったり債権学債務者定当権者なんていうところも含めてこの登記記録に実際に入れていく文言っていうのはもうガチッと ほぼ1位に決まっっちゃってるわけです、ね、こういう記載ぶりで書いてくださいっていうのが出てきているわけなので逆に言うと皆さんが登記申請書に書いていただく文言は基本的にこの登記録にコピペされて一言一句基本的には変わらないようなイメージで入っていくようなものなんだそれが先ほどの申請情報のまあ 記載ってところで言うとこの「丸ってついているものは基本的に申請書まあ皆さんが書いていただく回答例からそのままコピペされて登記記録に入っていく類のものなんだというふうに認識をしていただく必要があるわけです。なのでここに関しては、まあ 実際は登記どういう文言を入れていくかっていうのはまあ、法務省の方が登記記録の記載例というのを出していてどういう登記の時にはこんな文言で登記されますよっていうのがもう出ちゃっていますなのでその文言にまあ、基本的には一言一句沿った形で出してあげないと要するにコピペして登記記録に入れられないわけですからまあ、例えば 本当に申請を出したら補正という形で修正を求められるケースもあるかもしれないですしその書き方が著しくよろしくなければまあ、あの却下も含めて考えなければいけないところなんだろうという話ですなのでまず皆さんのひな形を覚えるときに再重視しなきゃいけないのはやっぱり登記記録にそのまんま文言が入っていく部分は一言以 ちゃんと押さえてあげなきゃいけないよねっていう認識を持たなきゃいけないだろうということです。なので覚えていく中でも目的とか不動産東京のひなだったら目的原因登記事項ここまではまあどんな書き方をするのか例えば登記事項に何が入ってくるのかも含めてやっぱりここはちょっと丁寧に押さえなきゃいけないっていう認識です。 じゃあそれと比較してっていうことだとじゃあ例えば申請人もね例えば、えー、登記権利者として登記されていく人についてはあのしっかり書かなければいけないけれどもそういう意味では少し登記に入っていかないケース義務者ななんか登記されないですよねそういったところだと若干やっぱりひな形を見ても、まあ、ばらつきのある書き方が出ていたり登記されない内容に関しては若干こうバリエーションが出ているようなところがあるのでここは。 まあ場合によっては複数ひな型のね表現方法があって皆さんの自由に選べていくところがあるのかなというのはあります。またその下添付情報から下課税価格登録免許制、まあ、特に不動産の表示なんてねひな型のところではあんまり聞かれないですけれども、まあ、この辺りに来ると実際さっき登記申請書の例を出したんですけど例えば実際 添付,書添付書類ってどうやって書いてるのって言ったら外括記載でしか書いてないんですよね、これ、リアルな申請書に近い、比較的近い形ですけれども、売買だったら、登記原因証明情報、登記識別情報、印鑑証明書、住所証明情報、代理権限証明情報、もうこのよく皆さんが耳なじみのあるような情報を、外括的に書いていってて、具体的にはちゃんとそれに該当する書面がついてれば、申請自体は通っていく、なぜなら登記事項じゃないのでなので。えー 変な話実務上だと今だ例えばこの辺ね代理権限証明情報が代理権限証書なんてかなり昔の書き方なんですけれども書かれているケースもあったりしてでもそれでも登記自体は通っていく、まあ、なぜなら、まあ、これは文言が多少違っていたとしてもここは登記事項ではありませんし、まあ、実際の登記申請だったらちゃんと、まあ、代理権限証書って書いてあったとしても そのつくべきものがちゃんとその内容として添付すべきものがついていることの方が大事だからということですよね。なのでもちろん試験対策としてはあの外活記載とかもしっかり書いていただく必要があるんですけれどもでも実際の登記申請の局面から考えるとその目的とか原因とか登記事項がしっかり ほぼコピペに近い状況で、書けるレベルで正確に書かれていることと比較すると、やっぱりちょっと位置づけ的には下がりやすいところですよね。だから、場合によったら、皆さんが見ている雛形でも、その登記事項じゃないところ、直接登記されていかないところに関しては、少しこう、あの、まあ、本によって少し記載が違ったりとかね。そういったケースはあるのは、まあ、そういったからくりがあるのですというお話になっていくかと思います。なので。 まずはこの目的とか原因とか登記事項についてはある程度しっかり書いていかなければいけない覚えなきゃいけないということです。まあ、じゃあ,あとは次はまあ添付情報さっきね添付情報の話が出ましたのでその次のページに今度は添付情報主要なものというところがあるかと思います。 まあこちら添付情報の分類ということで登記、まあ、原因証明情報から登記原因に関する第三者の許可同意承諾証明情報登記識別情報印鑑証明書住所証明情報代理権限証明情報そして会社法人等番号ということで、まあ、皆さんがよく見ているであろう、ねえー、外括記載を並べて横に一応どういった局面でつけるんですよ という,ふうに説明を入れている部分があるんですけれどもこちらの添付情報については先ほども言ったとおり登記事項ではないのでどちらかというとどう書くかもまあもちろんねその問題文の指示によっては外括記載でこう書いてくださいっていう指示になっている場合はちゃんと書いてあげる必要はその回答を作るという意味では 出題者の指示に沿って書くという必要はあるけれども、例えば最近だと、この不動産登記の添付情報ってどういう形で出題されているかご存知ですかね。えー、最近の傾向ですと、もうつけるべき添付情報が、まあ、あの一覧、添付情報の一覧というような形でリストアップされていて、例えば。 A の印鑑証明書が例えば記号で E とか O とか記号が振られているのでその記号を回答していく形になっているわけですここ最近来年また変わるかどうかわからないですよただここ数年ずっとそういう傾向が続いているということはまずは添付情報についてはまあ実際何をつけるのかというのも知ってなきゃいけないですけれども どういう意味合いでどういう投機の時に何の添付情報をつけなきゃいけないのかどっちかというとちょっと理由的なところを押さえておくことでひな形通り一から覚えるというよりもつける添付の根拠の方を押さえておくことで少し単純暗記じゃなくて、まあ、あの理屈で押さえていくようなことができるようになる分野だなというふうに私自身は考えてます。なので例えば 具体的には、まあ、原因証明情報ほほぼほとんどのケースでつけますなぜならある原因があるからこそ登記が変わっていくわけですのでこの登記原因証明情報はまあほとんどの場合でつけます。なのでねこれはまあいいと思うんですけども例えば登記識別情報ぐらい見ておきましょうか。登記識別情報の場合は、まあ、基本的には意味合いとしては登記義務者となる人が ちゃんとと申請に関与しているることを証明するための最も強力な証拠ななんですなぜかというと投機義務者っていうのは投機名義を持っている例えば所有権移転の時の売り主を考えていただければ現所有権投機名義人だから所有権を売買で売れるわけなのでそうすると義務者として関わっているこれを証明するために一番の近道は 登記識別情報をを出してあげるることでその人人義務者本人だよねっていう確実性を高めるなので共同申請においてはもう基本的には提供を要しますよっていうお話になってますし逆に言うと「登記義務者がちゃんと登記義務者だよね」っていうことを言うためにつけてるんですから単独申請の場合にはまあ原,則原則としてとていう書き方しましたけれども提供を要しない。 だから単独申請になる相続登記相続による所有権移転登記だと義務者がいないので識別情報はつかないですよね。なんていうお話になってきます。またその下ですけれども印鑑証明書これも義務者がつけていくということになっていますがまあ印鑑証明あの実際ね実印登録して出される持っていらっしゃる方はい,らいるとは思うんですけれどもまあまあ本人らしいことかなりその 印鑑証明書を出してきたらその本人であろうことの推測が強く働くという意味合いでつけていくんですけれどもじゃあこれをどういう局面でつけているかというと、まあ、例外は多少あるかもしれませんが原則として所有権の当期名義人が当期義務者として当期申請に関わるときにつけてください。これが原則でですなので 共同申請だったとしても所有権の登記名義人が義務者じゃないケース例えば抵等権の移転とかねあれ抵等権者とその譲り受けに、ね、移転を受ける者の間で申請しますからこの人、ね、所有権登記名義人じゃないですよね義務者がそういったケースには印鑑証明書は基本的にはついてないはずです。まあ、例外はありますけどね それに例えばこの辺全部説明しちゃいますが例えば住所証明情報も原則として新たな所有権登記名義人が出てくる時にその住所をしっかり広に入れたいから付けますですので所有権移転登記の場合は登記権利者について住所証明情報をつけます。 また、単独申請だけれども、まあ、あの相続による移転登記でもつけていきます。でも、これ大津区の場合だと抵当権設定、確かに住所、氏名、抵当権者として入れますけれどもつけないですよね。まあ、なんでつけないの？っていう話になってるんですけど。まあ、所有権はより大事なので、えー 慎重に慎重を期すためにちゃんと住民票なりをつけて住所を確認するんだって理屈があって、まあ、ここは、ね、全部つければいいじゃないと言われればまあそうなんですけどもルールとしては所有権者が新しく発生するときにはちゃんと住所証明情報で確認しましょうっていうもうこれルールを作っちゃってるので逆に言うとおつくの権利が発生するときには住民票ってあの住所証明情報って多分出てきてないっていう話になりますよね。まあ、そんな形で、まあ まあ代理権限証明情報は基本的につけていきますけれども、まあ、こんなように添付情報に関してはある程度の理屈付けをすることができる、まあね、あるルールに沿って不動産登記法っていうのができてるわけですからその不動産登記法上のルールで、まあね、さっき言った例えば「大津区の抵当権者だって住所ちゃんと入れたいよね」ってじゃあ住民票つけるんですがこの辺はまさにもうルール付けの問題なのでいやそれは所有権だけでいいです。 話にななっているわけなのでこれはルールに従っていけばいいんでしょうし逆にそういうルールがある程度あるからさっきの目的とか原因とか登記事項はとにかく文言ベースでしっかり覚えなければいけないっていうところと比べると、まあ、少し緩やかルールで判断してもいいのかなという話が出てくるんだということです。ままたももうちょっとお話ししておきますけれどどじゃあどのくらい のってあるんですかということで多分次のページに権利変動と登記の類型の関係っていうのをつけていると思うんですけれどもここで何をしゃべりたいかということなんですが、まあ、右側を見てもらうと、まあ、二重四角で囲ってある保存設定共同移転単独移転共同変更単独変更抹消共同構成単独構成って書いてあるんですけども。 これ全部で1,2,3,4,5,9 9種類あるんですけれど突き詰めていってしまうと当期の累計ってこの9種類しかないんです9種類しかないので9つのパターンを覚えておけばまあ、あとは所有権とか抵当権って権利の性質によって違いはちょっと出てくるのかもしれないですけれどもすごく あのもうまとめにまとめて抽象化してしまうと9種類もうちょっといっちゃうと7種類になる形としては7パターンしかないんですけれどもこここのの種類のどかかかにしか行なかないということとうんです例えば権利が発生しますよ所有権が発生する場合だと保存という類型になっていきますし所有権以外に例えば抵当権とかね賃借権とかは窃 でといいう類型になっていく今度もうすでに登記されている権利なんだけども主体が変わる例えば所有権者が変わる。 ね、そうすると移転という類型を使っていくんですがここはその状況次第によって例えば売買だったら共同申請による移転ができるけれども相続の場合だったら、まあ、あの二当事者ね、もう義務者になるべき人が非相続になくなっちゃってるから単独申請にならざるを得ないっていう事情もあるんでしょうけれども主体が権利の主体が変わるんだったら移転じゃあ次権利の主体以外例えば抵当権の債務者とかね 主体以外の内容が変わっていくんだったら変更という類型を使うんだということでその変更もやりようによってはまあ共同申請で変更するか単独申請で変更するかっていうような形になっていきますまた今度は権利が消えていくということで権利が消えるんだったら基本的には まあ全部消えることをイメージするでしょうからそうなると「抹消」ってなるんですけれども場合によっては一部だけ消えてていいくなんんうこともあるんですよねそうするとばっさり全部消し切ることはできないので変更という類型につながっていく、まあ、あとはね構成に関しても全くもって1から10まで全部間違ってるっていうんだったらもう消すしかないよねって。 っていうお話になりますけれども、まあ、同一性っていう言葉で皆さん覚えていると思うんですが一部でも合ってて全部消しじゃなくて一部合ってて一部だけ直すんだよっていうことになると構成の方を使うんですがこれ共同申請だったり単独申請で直していったりするということで突き詰めてしまえばこの9パターンしか登記の形ってなくて、まあ、そこにえぶら下がっていくそれぞれねどのパターンだったら どの添付情報をつけましょうねなんていうのもある程度類型化されてきますしもっと言うと権利の種類によって目的だったり原因だったり登記事項っていうのも決まってくるわけなので突き詰めれば9パターン覚えとけば形としてはいいだからどういう時に使えるかっていうとまあひな形を全部完璧に覚えている方ってやっぱりいなくてどっかで抜けてしまうことがあるんですけどその時に。 でもこれってこのフローチャートをちょっと頭の中に思い浮かべていただいてでも今回例えば、まあ、権利の変更で主体以外の変,変更なんだから、まあ共同まあ、変更のパターンだよねっていう形だったらここになんとか あこれ定当権の変更だからとりあえず定当権変更って書いてみて内容としては債務者変わってるから変更後の事項を債務者なんていう形で書いていってあとは添付情報もあっ、えー、登記義務者が所有権者だからこの場合は。 何をつけるなんていう形で作り出していけば、まあ、ドンピシャの正解にはならないかもしれないですけれどもどのパターンに当てはまるかっていうのが見えてくれば、まあ、もしねちょっと記憶が定かでなくてあ,のあやふやな時の対応力というのも上がっていくでしょうしあるいはものを覚える時もねあこれ9パターンのうちのこの形だから基本的にはこんな構成になるはずだっていうふうなやっていけば、まあ、その 抽象化して覚えておくとこと個別具体的に覚えるところの区別ができるので、まあ、トータルで言えばまあ少し暗記の量っていうのは減っていくのかなということで、まあ、実は不動産登記の雛形に関してはまあ 全部、ね、個別的な事象を当てはめていけば、まあ、何百個も何千個もあるのかもしれないですけれどもうまくこう類型化して抽象化できる部分とその権利権利で個別具体的に覚えなきゃいけないところを分けていけばある程度記憶の量自体覚えなければいけない量というのは減らせるかなというのが私の思っているところではあります。 あとその次のページ以降、まあ、実際のひな型とかを見ているんですけれども例えば、えーとまあ、ここに所有権保存なんていう形で一番簡単なと言われる、ねまあ、皆さんがもしかしたら一番最初に見るかもしれないひな型なんていうのもありますしその次のページには多分所有権移転のひな型をつけてあると思うんですけれども。 まあこのようなものを具体的には覚えていくわけなんですがじゃあ例えば所有権移転このね共同申請のまあ最もまあ単純なパターンと言っていいかもしれないですけれどもこれを覚えていって、まあ、今例えば年月日売買っていうようになってますけれどもこれの応用編って考えていくならば例えばこれは売買を原因としているから年月日売買ですけれどもじゃあこれが登記原因が贈与だったらどうなるのって 年月日贈与って変えていけばいいわけですしこの辺りは同じ共同申請の所有権移転のパターンを覚えていれば例えばここ原因のところが変わるだけだよねとか当てはめなきゃいけない日付のところの考え方が変わるだけだよねっていう形で整理していけば形としては 共同申請による所有権の移転というふうに言ってしまうならばこれも一つの類型化ができるわけなのでそうすると皆さんはこの雛形この一つ覚えておくだけだあと原因にどういう文言が入るかを整理すれば例えばねわざわざ売買の雛形と贈与の雛形を全く分けて覚える必要はないわけですしあとは次のページに多分載っけてあると思うんですが当期の目的のところだって これもどこかで皆さんご覧になっているとは思うんですけれども、まあ、この所有権で代表的に説明してますけれども移転の分量というんですかね権利、どの権利が動くのかどれぐらいの分量を動くのかということを紐解いてあげれば当期の目的ってまあ ある程度ルール化したような形で導き出してあげることもできるので、まあね、ここで所有権移転と所有権一部移転と、まあ、あとはこう持ち分全部移転こう持ち分一部移転なんていう形でここは事例に沿って紐解いて当てはめていくことで、まあ、さっき見ていただいた。 所有権移転売買によるものもバリエーションが大きく出てくるわけですしこれを個別具体的に全部当てはめちゃえばひな型なんて星の数出てきてしまうんですけれどもこういうルール化してある程度まとめちゃえるところとあとは単純記憶も含めて覚えなければいけないところを切り分けてあげれば、まあ、少し皆さんのまあ記憶の量なり、ね、記憶の手間っていうのは減ってくるんじゃないかなというふうに思っています。また もう一個ちょっと話別のことを今から話していきますけども、まあ、これで形をいろいろ覚えました例えば皆さんがこのレジュメに載ってる所有権保存の雛形を覚えました所有権移転売買の雛形を覚えましたじゃあこれで、まあ、あ,のある程度所有権移転に関していけるかっていうと例えばここから先記述対策っていうお話になってくるとどの雛形を使うんだろうっていうまたちょっと別の切り口が出てくるわけですね。例えば A が B にまあこう建物にしようかな A が B にこう建物を売ったっていう事実関係が皆さんの前に出てきたとします。この事実関係を見たときにこののタイミングで皆何をそう実は決まらないんですこのタイミングでは。なぜかというと これれれはは売買の事実は示されているけれど例えばこれで公建物がもう所有権が公区が入っていれば今皆さんに見ていただいた所有権移転売買を原因とする、えー、共同申請による移転のタイプ形を使えばいいんですけどもしこの公建物がまだ表題部所有の状態で権利部がなかったらどうなりますかね 権利部がないんだから所有権移転をする前にまず売り主名義で所有権保存登記をしてからじゃないと所有権移転ができないなんていうケースもあるわけです。つまり事実関係で、まあ、どっちかっていうとね今の売買の事例なんて一番単純なものでよく所有権移転の売買のひな型を覚える時の事例として使うんですけれどもでも本当はその 権利の状態と対象となる不動産の権利の状態と見比べないと何の登記せっかく覚えた雛形の中でもどの雛形使っていいのっていうところが本当は決まらないという状況があります。なので、まあ、細かく言ってしまうと今のお話はこのレジュメおそらく最後のページになっていると思いますけれども、まあ今言ったのはまあちょっと通 通常建物ってここだけ見ていただければいいんですけども通常建てまあ権利部の登記があれば素直に所有権移転売買のひな型を使えばいいんですけどもそれだけでは一ひ,ひねり足りなくって例えばじゃあ権利の登記がない。 建物ななんかでまだ保存陶器も入ってない表題部の状態確か一番最初のページにねレジュメつけてますけれどももし対象の不動産が示されてて皆さんの前に売買対象の物件がこういう状況で見せられてたらどうするのっていうところまで実は皆さんは頭をひねっておいてこの時の対策までちょっとあの視野に入れた上でひな型を覚える時でもねあの 対策をしていただい,たらいいいたただらと思うんですなのでこのもし対象不動産がこの表題部の状態だったら一番レジュメの一番後ろのページですけれどもまあ細かく言ってしまうと所有権保存登記をしなきゃいけないので所有権保存登記ってできる人がこれだけだって決まってますよね。 1>, 1番から4番のどれかに該当しないと所有権保存登記はできないんですけれどもこの所有権保存登記の申請適格を有している人に当てはまるかっていうのを探す。で探したら今回は一でも二でも三でも四で,でもない売買により所有権を取得しているからなので表題部所有者名義で一旦所有権保存登記をしてその後売買による所有権移転登記を申請しなきゃいけないなんてこんな流れになっていきますしまあ場合によっては ねえー、売買により所有権を取得して、まあ、表題部がない状態でも例えば敷地権付き区分建物とかがこの売買に出された物件であればこれまた話は違って敷地権付き区分建物であれば表題部所有者から直接所有権を取得したものをこの四番っていうのに該当するのでダイレクトに保存登記ができてしまうなんて今このようにいろんなこう 筋道がその対象の不動産によって出てくるということがありますから皆さんのひな型学習の中にただ単に型を覚えるというものも当然必要でその型を覚えていく時の一つのやり方として今ずっと話してきたみたいにあの。 理屈じゃない覚えようっていうところもあれば理屈でなんとかカバーできるところもあるし、まあ、累計化して抽象的にやれるところと個別具体的なところって分けるので少しこう記憶の量を減らせるっていうのもありますけれども、まあ、プラスアルファでそのひな形の使い方というところまで踏み込んでおかないと実際には例えばひな型集を完璧に抑えたとしても。 どのひな型使っていいやら分からんという状態になってしまってもしかしたら記述式の点数自体は伸びないというようなこともありえるわけです。なので、まあ、トータルで最終的に記述対策というところまで踏まえると、まあ、単純に形を覚えるというのと少しこの使い方 まで最初の時点で意識した上で覚えていく方がまあ少しこう単純に暗記していくよりはまあ皆さんの,まああの理屈づけにね少しつながるかなというような部分もありますのでまあ今申し上げたような形で学習を進めていただくのがよろしかろうというのが私が考えているまあえひな型対策なんですで。 まあここまでお話をしまして、まあ、大体あとね15分ぐらいで1時間経つわけなんですけれどもまあ今まで考えていた部分皆さんは何となく気づいていた部分もあられるでしょうしあこんなこともひな型対策でやらなきゃいけないんだっていうふうに気づいていただいた部分もあるかもしれないんですけれどもまあでも。 じゃあここまで説明聞いたひな形ってやっぱりやらなきゃいけないのね、まあ、それではちょっと工夫した覚え方っていうのもあるのねっていうところまで来ていただいてもじゃあもう今すぐ家に帰ってひな形対策バリバリやる気になりましたって方がどれだけいるかと思うと、まあ、やっぱりほとんどいらっしゃらないと思います。あの時間ががやっぱり捻出すするるのののの難しししいいででどうしてもも他の、ね、学習との兼ねね合いもあ,るので、まあ対策を、ね 継続的にするのが難しい、時間を確保するのが難しいというところがあるかと思います。あとはどうしてもね、あの面白くない、どちらかというと面白くない分野なので、モチベーションを保つというのがちょっと難しいのかなと思います。まあ、本当のことを言ってしまうと、あのいくら理屈をつけようが必要ですって周りからいっぱい言われて、本人もなんとなく必要だと思っても、やっぱり今。 ちょっと言い方よくいいかどうかわかんないんですけど嫌なもんは嫌なんですよねどうしてもあのできない。そうするとでもやんなきゃいけない。じゃあどうしようかっていう話なんですが、一つは強制的に何かやらなきゃいけない仕組みを作る。あとはできるだけ嫌だけどまあ、負担のちょっとでも少ないような形でそれもま嫌なものでもね。 あの嫌なものでもずっと見続けたらそのうちで愛着を湧くようなところも人間ってあるみたいですから少しの時間でもいいから触れ続けて負担にならない感じでずっといつの間にか皆さんの受験生活の中に割り込んでくるような形かつ皆さんが自ら本を開いてどうのこうのっていうよりは少しこうまあ 聞き流しじゃないですけどもこう強制的にその話を聞いていることでちょっとずつ学習につなげられるっていうような方法が何かないかなということで実は私あのこのねお話をする時に考えていたものがあります。ということであと最後10分ぐらいなんですが、まあ、今申し上げたようにひな型やんなきゃいけないけどちょっと 自分が自ら一念発起して時間を空けて作るのは難しいでも長い時間取るのも嫌だねでも何かしなきゃいけないっていうことなんでしょうから、まあ、今回ちょっとねここから先講座のご説明になってしまって大変恐縮なんですけれども今のような気持ちをなんとかできないかなということで今回考えた講座がありまして最後ちょっとねこのご紹介だけさせてください。ということで、えー、1回30分。 でその代わり回回数自体は30回あります不動産登記で30回商業登記で30回なのでイメージ的には1日30分一教科につき30分もらって1か月聞いていただくと大体いい主要なひなの説明が聞けますよという形の講座をご用意しました。 あの縄対を表すということで1日30分ひな形コンプリート講座というのをご用意しておりますまあ、今ざーっと話したことなんですけれどもまあ、なかなかまとまった時間を取るのは難しいですしかつそのひな形学習にがっつり3時間も4時間も1日かけていただくのはやっぱり モチベーションも続くわけがないいとすすら思っていますその時間があるんだったらもっともっと択一の学習に時間を割いてほしいというのが、えー、私の本音でもあるので、まあ、差し障りのないレベルで逆に言うとでも癖づけをしてほしいので、まあ、これコンパクトな講座ではありますけれども逆に 1, 日3 1講座ずつにしてほしいんです。 これまとめて聞いたら30分かける、えー、と30回だから15時間で聞けちゃうんですけれどもこれをじゃあ1日かけて15時間で聞いてもらっちゃ逆に意味がないという感じでして薄くちょっとずつちょっとずつ皆さんに聞いていただきながら、まあ、1ヶ月ぐらいかけてね癖づけといいますかひな形ってこんな感じなんだなって、まあ、少なくとも目にする回数を増やしていただきたいということでこのあえてコンパクトにしていますので、まあ、こんな形で。 雛形学習をしてみるのはいかがでしょうか？ということで、あのご紹介している講座になります。まあ,あのパンフレットえー、視点等にもあると思うので、見ていただければと思うんです。けれども、も、えー、基本的には？まあ,あのレックの方で出している雛形コレクションという冊子が不動産登記法のものを商業登記法のものもあります、えー。不動産登記法に関してはちょうどこの10月頭ぐらいで最新版を。 新たに出すことになりましたので、まあ、この雛形集としてもおそらく皆さんの中でも,もう持っていらっしゃる方も多いのかなという気がしますけれどもベースにするのはこの雛形コレクションに載っている雛形の中で全部やってしまうとこれ300個近くあるので30で割ったら1日10個なので。 それを30分でやるとなると1個3分なのでこんなのをやってしまったら結局皆さんに負担を強いるだけでしょうか少し私の方で厳選させていただいています。あのもしかししかたら、ね、あのまあよく出るでしょこれを覚えておいた方が効率いいいよねっていうものを選んでその中で今日レジュメでつけたものあるんですけれども例えば目的の記載でこうリストアップしているものがありましたよね。こういったのも実はあの この講座で使っているレジュメから一部抜いてきたものなんですけれども、まあ、そのひな形自体を確認いただくものもあればこのようなまとめ方をすることで例えば10個のひな形をほぼ1個で集約することができるよねっていうような形でこう 両方の方向からアプローチするような形で、まあ、なるべく皆さんの単純暗記の量は少なくできるようにかつそのさっき言ったひな型をどう使えばいいのかどの局面ではどう判断すればいいのかっていうのを事実関係に即してご説明しているような講座になります。だから例えばさっき言った事例売買だけど売買はただ単に所有権移転売買のひな型なんですか 対象不動産が通常建物で表題部所有の状態しかなかったらただの移転登記だけではダメですよなんてお話も入れながらどっちかというと事例この事例が出てきた時にはこの雛形という形で雛形をただ覚えるというよりは事例に結びつけるような形で不動産登記は説明するようなスタイルを取って進めております。今あの鋭意作成中中というかまあ収録ででではあるんですけれどもはいなので、まあ 皆さんの中で「ひな形大事だよね」っていうのはまあ まあ諦めていつかはやらなければいけないというのは皆さんどこかで思っていると思うんですけどもまあそれでうんここまできたらもうひな型をやる覚悟できたからあの時間作ってやるよという方であればそれでひな型覚えていただいてあのぜひぜひえ記述式の問題しっかり書いていただければそれでいいんですけれどもまあもうちょっともうちょっとなんかサポートしてねということがあるようでしたら例えばこの30分ずつですのでこんな講座の受講も考えていただけるといいかなというふうに 思っております、まあ、ちなみに、えー、と発売開始が10月1日から発売開始になっているスケジュール、そうですね、10月1日から発売開始になっていまして、ここですね、それで配信開始自体は10月の16日からということになっています。まず不動産東京からリリースして、その後商業東京のリリースという形になっていきます。まあ、あとは、えー まあ皆さんもお使いかと思うんですけれども教えてチューターという制度がありましてまあインターネット上で質問をアップしてそれに対してまあ1週間から10日日にちはいただくんですけれども回答が出てくるというようなこういうスタイルレックやってます。えー、講座によってその教えてチューター制度を導入している講座としてない講座があるんですけれどもえとこの1日30分ひな形コンプリート講座に関しましてはえと私 が、まあ、担当講師として、えお話をして皆さんに提供していきますけれども、この質問に関しても、基本的には私の方でお受けする予定でおります。なので、まあ、あの講義内容を中心になっていくとは思いますけれども、まあ、あの、よくイメージがわからなかったなんていうところに関しては、まあ、あの、喋っている本人が基本的には答えますので、まあ、説明としては比較的あの、わかりやすい形というか、疑問に対して直接アプローチできるような形で回答はできるのかなということで、そんなようなことも。考えて、ます。 あとはひなという切り口から不動産登記法、商業登記法を語るんですけれども、まあ、皆さんが今、択一の学習として、ね、不動産登記法なり商業登記法をやられていると思うんですけれども、まあ、それの角度を変えた形からの復習だというふうに考えていただいてもいいと思うんです、ね。当然 両輪ですから択一で学習しているものがやっぱり記述式にもひな型という形で引かれてきたりするわけですしその中に、ね、例えば不動産登記法であれば民法の知識も入れていった中で実態関係を把握するなんていうことで例えば民法と不動産登記法会社法と商業登記法っていうのは実態法と手続き法の関係にありますから切っても切り離せないものですしその中で択一の 足を検討する形で頭を使っているのがこれが例えば「記述式」っていうちょっとスタイルが変わる形で皆さんにアプローチしていくことで、まあ、もしかしたらねその卓一学習の復習あるいはその角度を変えて見ていくことで理解が深まるなんていうこともあるかもしれませんから。まあ 単なる単純暗記として時間を使っていただくのはまあ非常にもったいないかなという意識私もありますのでより効果的にということであればなんでこのひな型使うのどういう局面で使うのっていうのを聞いていくことでああこの知識そうやって使うんだっていうことにリンクする可能性もねあるかなと思いますしまあ卓一に向けてこんなことを卓一知識としては ここういういとを覚えといたらいいんじゃないのなんていうことも気づいたレベルでコメントはしていますので、まあ、そういった意味では、まあ、復習とか角度を変えた形で皆さんの知識をブラッシュアップする結果としてひな型が,が入り口にはなっているけれどもと、まあ、そういった講座の作り方を今、えー、目指してというかその方針でやっておりますのでもしご興味があられる方は、まあ、ちょっとパンフレットをお手元にない方いらっしゃるかもしれないんですが視点、まあ、さんの方にはそろそろ揃っていくようですので、まあ、その辺りもご参考いただければなというふうに 思っておりますはい、えー、ということでこの辺りで大体いただいている1時間の時間が来ましたのでまあ,あの正直言うとやっぱり単純暗記をどうしても避けられない科目ではあるので私ももし特効薬があったら、えー もうこれやったら絶対ひな形なんてもう1分で済みますよなんてことがあったらぜひ開発したいですしもっともっとねそれ開発できたら皆さんに提供して皆さんに褒めていただいたりすると思うんですがやっぱりなかなかそうはいかないですなので暗記をどこかでしなければいけないということはもう覚悟はしていただく必要はあるんですけども。 ただ覚えるだけでも役に立つわけでもないしただ覚えるだけだとちょっときついので何か例えば仕組みの工夫だったりとか考え方の工夫だったりとか場合によったらこう役に立つから我慢しよういろんな理屈のつけ方はあると思うんですけれどもまあ,あの皆さんそれぞれ 何か落としどころを見つけていただいてやら,ねばや,やらなければちょっとなかなかね合格につながるものではないと思うので直接的なあの効果はね薄いのかもしれないですけれども、まあ、いろんなやり方考えていただいてあるいは担当の先生方に聞いていただくなりしてこう 最低限やらなきゃいけないことはやるというスタイルでどこかで踏、ね、ん切りをつけていただければいいですし、まあ、その1つの、ね、お助けになればいいなということで講座の紹介もさせていただきました、はい、あのお疲れのところ、ね、1時間、時間いただいてしまって、まあ、あの眠かった方もいらっしゃると思うんですがあの最後まで聞いていただいてありがとうございまししたじゃあこののりでで今日のガイダンス終了にしますどうもお疲れ様でした。